はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。ノンノアルファをどこで使うか迷ってたんですけども、やっぱここですね。近畿の16、はい、ノンノアルファこんな感じですね。アンチダメージボール、アンチ16バリア、アンチブロック、もう16特化もいいところです。今までは、こう狙って跳ねて帰ってきてここ入れるかなっていうところがあったんですけども、そもそもアンチブロックを持ってるっていうずるさ、これはね、当てに行った甲斐がありました。1体は奥さんから借りてるんで、私は実質1体持ちですね。あと1体はラミエルです。まさかね、このクエストで K を外すことになるとは思いませんでした。当たった時はね、めちゃくちゃ嬉しかったんだけど。で、こういうとこもね、友情で多分、大概解けんじゃないかな。これでいいか。はい、全部出した。あ、解けはしないけど、でもかなりダメージ与えてるね。するともちょっと解けてるしね。というわけで、近畿の16をのんので、今までとは変わった世界で攻略していこうと思います。かなり楽になったと思うよ、これは。はい、雑魚処理完了。知らんうちにね、下のガーゴイルも溶けてるし。まあ、ここに関してはでもアンチブロックは別に生きないんで、まあ、従来通りの攻略かなっていう感じですね。で、のんのの強いところがね、ストライクショットが弱点特攻なんで、あ、残っちゃった。困った時にね、ボス特攻できるタイミングが多々あると思うんで、まあ、本当にね、楽してクリアしていこうと思います。で、攻撃力もね、かなり高いんですよ。今多分これ、攻撃力6000ぐらい上がってるんですよね。1500、1500の3000ぐらい上がってるんで、同族と、戦型と、激襲の特エルが全部ついてます。まあ、ついてるキャラバラバラなんですけど、で、喋ってたらちょっとこれまずいな。ほい。ほいほいと。あ、オッケー。ちょっとね、焦りましたけど。次のステージもね、真ん中にブロックありますけど、今回はもうブロック一切仕方できるんで、本当に楽になると思います。まあ多分この動画も出てると思うんですよ、たくさん。ただ私、覇者の塔が終わったのが昨日の夜だったんで、そっから急ぎだったんでね。まだ16です。よっ。前だったらモーセ一体入れて右側の壁に配置してボスにカーンと狙ってたんですけど、もうそんなん狙う必要全くないですからね。アンチブロック持ってるけど、これは角度が必要なんで結局普通に打ちます。で、失敗したね。真ん中の弱点判定渋かったな。3P はラミエルか。やべ、下手くそだな。ただ、4P は角度がいい。これは決めたいね。あぶね。はまっちゃった。さあ、SS 溜まったんで、早速使っていきましょう。もうここのね、近畿の16の一番難しいとこは確実にここです。と、私は思ってます。このね、雑魚処理がまあ、正直簡単になってるんですよ。アンチブロックがあるんで。ここの隙間に入るのがすごく難しかったんですが、普通に多分はまれます。しかし、1段階目は試していこう。まだ初回なんでね、なんともわかんないんで。うわ。それダメだろ。今、1段階目です。電線切りはちょっと痛いな。あんまり簡単にするとよろしくないかも。ただまあ、あれですね。完全に攻略無視でいけます。今のストライクショットが12ターンで打てるんで、まあ要はね、3巡に1回。ん ?4 巡 ?3 巡だよね。に1回打てるんで、めちゃくちゃ楽になってます。さあ、ここはこれ踏んでないことを祈るか。踏んでた。ああ、でもいいね。友情で倒してくれた。で、ここもね、ブロック判定、うんぬんの関係なしに、2P の SS でいけんじゃないかな。4P はちょっと SS 打ちづらいんで、普通に。あ、これブロック使った方が良かったか。溶けた。本当に PS いらないな。16の極って多分一番 PS が試されるクエストだと思ったんですけど、もう全然そんなことないですね。単純な攻撃力も高い。で、なおかつ、ノンノのいいところは、この子ね、攻撃クリティカルなんですよ。なので一撃にね、かけることもできるというわけで。というわけで、ボスに入りましょう。もうバンバン使っていきましょう。12ターンなんで。
ぬるゲーだなーなんかなー、これはこれでちょっとどうかなって思っちゃうぐらいなんですけど、まあそれも時代ですよね。だって覇者の塔だって最初に出た時は本当にこんなん毎月やるの無理だよって思ってましたからね。さあ、OKOK。1手目で1体はでかい。で、友情でね、あ、でも友情1体だとあんまり削れないな。やっぱ、今目は3体積んでるんですけど、3体編成して友情の火力が出る感じですね。だから、モーセみたいに友情ゴリゴリでいっちゃおうってことはできそうにないですね。アンチブロックを持っているって楽だね、本当に。今本来だったら多分、アルカディアの左手のブロックのところで弾かれてましたからね。そんなに考えなくてもいい気がするな。あ、壊さなかった。そこまでスピードは乗んなかったか。とりあえずね、このビットもどきはちゃんと壊しとかないと、やっぱね、攻撃早められちゃうとなかなかめんどくさいものがあるんで。お、いいね。やっぱラミエルも強い。ラミエルだよね。ラミエル、うん。ラミエルもね、このために当てたと思うんだからね。ほんとだって最初、大尺点でやってた時、携帯ぶん投げましたからね、このクエスト。やってらんねえっつって。今は全くもって怖くないね。ここの雑魚処理も、ハトホルの弱点判定がめちゃくちゃ狭いんですよ。ガン無視ですね。アンチブロック持ってますし。最悪 SS 使えば多分特攻できるんで。ただこれはちょっとやりづらいかな。無理くりいけるかな。アンチブロックの底力。うん、いけたね。これは楽だ。どこからでも狙えるからね。さあ、先に火の玉壊しとこうかね。この火の玉壊す、あ、ミスった。そう、火の玉残すのが多分一番めんどくさいんで、ここは。案外ね、場所によっては狙えないところがあるんで、先に壊すことをお勧めします。二分身にならないか。ちょっと角度つけていってみるか。あ、オッケーオッケー。結果オーライ。4P のノンノだったら狙えるんでね。火の玉。いやー、これ楽だね。で、SS2 段階目が溜まってきてるんで、上に配置できたらもうそのままボス特攻で終わるんじゃないか。ラスゲが。なるだけ上配置やってみます。確かアルカディア自体に回復はかからなかったはずなんで、確かだけど。これゲージ外した方がいいよね。ああ、まあまあまあ、上配置したいんだよね。できれば帰ってこれるか。あ、行き過ぎた、行き過ぎた。全然ダメだ。結局、上配置すらできなかったですけど。残り3ターン。サクサクやっていきましょう。ちょっと、ハートとこうか。残り2ターン。残り2ターンだけど、全くもって怖くない。こっから弱点が狙える。こりゃ強えわ。というわけで、ラスゲやっていきましょう。はい。ゲームで俺に勝てるつもりか？どうなんだろうね。さっき、中ボスだったら、1段階目でもほぼほぼ全部ゲージ持ってけたんで、今2段階目が溜まってるんでね。うまいことやればゲージ持ってけんじゃないかな。やってみるか。うわ、ラミエルのターンは稼げないね。どうしてもこれはちょっと暴れるしかないか。一応ね、みんなの回復してあげて、友情で少しでもダメージを稼いでいこう。もう正直稼ぐ必要ないぐらいに与えてるんだけどね。1段階目で 4P ノンノが、まあ、どっちの弱点に来ても狙えるぐらいの位置にいるんで、多分終わります。これはもう毎月奥さんから借りるしかないな。多分初めて近畿の16を1回負けずに終わりましたね。あれ？
なんか2段階目はもっとがっつりいくと思ったけど、そう、あの、自強化倍率のスピードがそんなにアップしないのかな？あくまで弱点特攻だから。というわけで、ラスゲ完全に雑魚処理無視で、攻略でもなんでもねえよな、これ。はい。もうズルだよね。いや、まあ別にね、時代だからしょうがないんだけどね。そう、覇者の塔だって今もうほとんど全部ぬるゲーなんで、近畿の5区もこうやってぬるくなっていくんだね。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ノンのアルファクソ強いわ、本当に。当てといてよかった。まあ、ガチャ期間終わってからあげるっても動画と思うけどね。バイバイ。